あらゆる3次元、4次元の毒が足裏から出てる。お父さん、今日は何の話をしてくれますか？今度は体のケアの仕方、はい、ちょうどね、2月10日がね、フットケアの日なんですよ、はい、足をいかにきれいにするかっていう日なんですけれども、はい、実はスピリチュアルで見た時に、はい、体の中の部位の中で一番気をつけなきゃいけないのが足裏になります。なぜでしょうか？ツボがたくさんあるから。ツボがたくさんあるから。じゃあ、アイヌさんは？結構前の動画でもあったんですけど、やっぱ足の裏からね、いろいろ悪いものが出てる、うん、から靴はきれいにした方がいいとかいう話してますよね、はい、でなんでその足の裏から出るかっていうのは、うん、とてもすごく皆さん簡単なんですよ、はい、引力があるからです。引力があるから地面に向かって全部落ちてるってことです。すべて引っ張られる。毒素もすべて引っ張られる。毒素も全部引っ張られてます。面白い。じゃあ引っ張られた時に、うん、その毒が抜ける場所はどこかっていうと足の裏しかないんです。だから足の裏は常に体中にかぶったマイナス、霊的なマイナスも含めます。体の中の細胞の毒も含めます。あらゆる3次元、4次元の毒が足裏から出ている。2つの要素がありますよ。まずは足裏が非常に硬化してしまってガチガチになって、まあ、足の裏が汚い人っているじゃないですか。そういう人は出しづらいってことですよ。綺麗な状態ってどんな状態か、じゃあ皆さん判断の仕方として、はい、柔らかいってことです。柔らかくてツルツルしてる。足がガチガチになってると、うん、落ちない。逆に落ちないことによってガチガチになるっていう悪循環が起きるんです。じゃあ3次元的に言った時にどんなケアがありますかって、まさにフットケアなんです。ちゃんと足裏マッサージの払いとかあるじゃないですか、はい、ボーンって低周波か何か分かんないけどフットスパするじゃないですか、はい、あれ非常に効果的なんですよ。常にね、足の裏をきれいにするってことは毒を出しやすくなるっていうことなので、そのぐらい実は私たちって足から毒を出してるんです。日本人って靴脱ぐじゃないですか、はい、西洋人って脱がないじゃないですか、はい、これって何かっていうと、西洋人はもともと足元から出てるって知ってるんですよ。へ、民族的に昔から。だから人前で靴を脱ぐことは失礼、靴を脱がないっていうことによって隠してきてるのが西洋人の考え。日本人は逆に靴を取ることによって何してるかっていうと、畳がありますね。畳って実は何かっていうと、足裏の毒を中和してくれる、あのイブサが、すごいっていう実は効果があります。このように隠す文化と出すことによって中和していく文化があるんですね、うん、皆さんも抱えてません？私足臭いんだよねって言ってる人意外といると思うんですよ。いると思います。それは何かというと、やはり足の裏のケアを怠っているのかどうかわかんないけれども、体質もありますね、うん、逆に言えば足の裏が臭い人ほどいっぱい出してるっていうことでもあるっちゃあるんですよね、うん、毒素ってこと？毒素を出してる、うん、まあ、毒をかぶりやすい、うん、ね、あとはその病気ですね。水虫とかね、うん、あるじゃないですか。で昔は水虫万病のもとと言われても治らないものっていうふうにね、白癬菌が入ってるから無理ですよってことだったんですが、今万病じゃなくなったので、うん、やっぱりその病気になっているところもちゃんと治療してあげることによって毒を出しやすくするっていう。匂いのその臭みって何かっていうと、実はほとんど霊臭です、うん、まあ、よくその発酵分子がどうとかっていう言い方を、もちろん科学的に言えば発酵するからその発酵の匂いがして、うん、私たちは臭いと感じるっていうふうに皆さん認識してると思いますが、発酵も含めて全部霊臭なんですよ、うん、そういうふうに考えていただくと、匂いのある方ほど霊がいっぱいついてて、その霊的なものが体にあるよっていうふうに考えてもいいんですね。もう一つ分かりやすく言うと、足の裏が匂いがするようになってきたと放置するとどんどん霊が詰まってきて臭くなるっていうこともあります。これ霊臭と言います。この場合一番いいのは塩水に足をつけるだけで匂いは消えます。これ霊臭ですから、霊がいなくなると匂いがなくなるということも言えますので、まあ、霊臭の考え方も一つ入れていただくと大事だと思います。足の爪ってあるじゃないですか、はい、ペディキュア、うん、本当はね、ペディキュアは僕は反対なんです。というのは爪も呼吸するんです、はい、人間ってね。で足裏から出てるのに、うん、できれずに今度どこから出るかというと爪から出るんです、うん、
車の塗装に使ってる材料ですよ、はっきり言ってしまう。そのぐらい強いもう鉛とかが入っているので、そこで抑えることによって、より出さなくなっちゃう。身だしなみとしてやることも大事ですけども、健康っていうふうに考えたら、本当はデリケアも私は反対の方です。なるべく足は何もせず、服は全部抜けるような感じをする。うちに帰ってきたら、なるべく裸足でいくっていうことがありますね。女性の方とか冷え性の方多いじゃないですか。常にフットケアしてると循環が良くなるじゃないですか、はいはい、そうすると血管の動きがどん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 活発になってくるので、うん、基本的には冷え性治ってくるんですよ、うん、やられてます？あやさんいや特に何もしてなかったのでこれがね、はい、皆さんこれが現実なんですよ。なんでかというとね、これもう一つ皆さんに教えておきたいのは、ファッションをするときに女性の皆さん特にそうですよ、足元一番ダメなんです、うん、足元に意外と目がいかないんです。上の方はバチッと決まってるけど、うん、下に行けば行くほど、引力に行けば行くほど粗末になっていくのがあのファッションですから、逆に言うと上よりは下の方を気をつける方が私はいいと思う。今後やってみようかなって気持ちになった。はい、早速、ね、今日からね買おうか。はい、家族でやろうよ、ね、家族でやろう、いいものを買いましょうよね、いいものを買って、はい、でもちろんフットケア以外にもね、マッサージも大事ですよ。マッサージ、はい、一番効くのはこれ痛いですけど、あの足つぼを踏むのがあるじゃないですか、はいはい、100均とかに売ってるのがいいですよ、うん、あれ実は相当効くんですよ、であれ踏んで痛いっていうのはそこの部分が体が弱ってるってことなんですよ、でずっと踏んでると病気になりそうなのが痛い時あるじゃないですか、あります、うん、でもあれは我慢するとだんだん痛くなくなります、で活性化することによって毒を出しやすくなるので、マッサージといわゆるフットスパっていうのは両方セットっていうふうに考えてもいいかもしれません。今日からね、まずは毒の出しやすい、デトックスしやすい自分の体を作る上でフットケアをしっかりするっていうことはとても大事だなというふうに思います。